どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はきっとね面白いと思います。というのも前回ですね、台湾の工作会の一大店ですね、ティムトスに訪問させていただいてですね、日本の工作会と台湾の工作会を比較させていただきました。でその次の週に実はロボット工場に潜入をさせていただいて、なんとですねそのロボット工場の生産工程も動画に収めることに成功しましたので、それを皆さんにお伝えさせていただいて、ロボットがどういう工程で製造されるかっていうのをこの動画で学んでいただきたいと思いますと。ということで、まずはですね、ロボット工場内部の前にですね、ロボットの試乗洞察からいきたいと思っています。このロボットというものはですね、産業用ロボットということで、工場で使われるロボットですね。街中に警備ロボットとか、ペッパーくんみたいなのを皆さん思い浮かべると思うんですが、僕はペッパーくんだよ。あんな可愛くなくてですね、工場で動いてる6軸のロボットをイメージしていただければ幸いでございます。ロボット市場はですね、成長が非常に著しいということで、その著しい産業ではあるんですが、なんとロボットの世界4強の2強が日本にございますと。そうです、黄色いところと青いところですね。ファナックといえばもう製造業にいらっしゃれば皆さん知っていらっしゃいますでしょう。そして九州の巨人である安川、さらに海外に目を向けるとクカですね、そしてスイスの巨大コングロマリット企業 ABB ですね。これが世界4強になっております。市場シェア落ちてるものをですね参照すると、 ABB が1番と記載があるんですが、まあファナックが一番じゃないかなっていうふうに思ってますと。最近のですね伸びとしては平均 14% も成長してるということで、もうなんていうんですか、日本の GDP の成長比率と比較するとですね、ありえないぐらい成長してると。人口1万人に対してどのくらいこの産業ロボットが導入されてるか、これをですね今流行りというかですね、チャット GPT にですね聞きまして、そのチャット GPT さすがですね、もう回答いただいたと。日本はですね1万人に対して約 11.5 台動いてると。そして韓国では 9.3 台と。さらに、ドイツであれば 4.5 台。そして米国であれば 1.8 倍と。日本というものはロボット先進国でございまして、かなりの数が人口あたり動いていると。中国が一見多いように思われるんですが、やっぱり人口が13億人いるということで 1.4 台しか稼働しないと。また別の資料も持ってきましてですね、まあ、いろんなソースがあったんですが、シンガポールでは900台以上という統計もあります。これはおそらく製造業の工場に絞るとですね、このくらい動いているというような統計みたいですと。さらに今後の成長予測も出ておりまして、毎年 10% 以上は成長していくと。まさにですねこれ成長産業と言っていいと思います。ではなぜこのロボットというものはですね、市場がどんどんでかくなっていると、どんどん動く数が増えているか、その要因でございますが、賃金の上昇があると。アジア地域もですね、お賃金がですねどんどん上昇してきておりまして、このようにこれジェトロの資料なんですが、製造業の月給が出ていると。中国であれば約650ドルぐらいですね。なので8万円、まあ9万円ぐらいですね。月給の分布もですね、もう中国は安い国ではなくてですね、給与が高い人もいらっしゃると。で今はですね、例えば青いところがベトナム、黄色がインドネシア、まあこういった地域に仕事流れているんですが、賃金がどんどん上昇していると。さらにですね、非製造業ではもっと高級であると。まあ日本はですね給料が上がってないという悲しい現実はあるもののですね、これは小川製作所さんから持ってきた資料でございますが、日本以外は GDP が成長してるっていうのが基本であると。なので賃金が相対的に上がっていると、比例して上がっていっておりますので、人からロボットの置き換えが進んでいると。要するにロボットの置き換え市場がまだまだグローバルで言えばあるわけですね。世界が成長すればお賃金が上がるわけですから、よりロボット市場が大きくなると。ロボット市場がより成長するわけですね。さらにそのロボットはですね、そのファナックに代表されるように、ファナックの工場であればロボットがロボットを製造している。なのでファナックの工場はですね、日本にあろうが海外にあろうがですね、人がほぼ介入しないので、ロボットコストがあまり変わらないというふうに言われているわけですね。でこの生産性はおそらくどんどん改善されていって、さらに上がっていくだろう。要するにロボット価格も下がっていくわけですね。一方でそのお賃金は上昇していくわけですから、ロボットっていうのはどんどん現場ナイズされていくと、そういうようなものでございます。
で、今回、台湾のロボットメーカーということで、テックマンロボットですね。実は、テックマンロボットというものは、産業ロボットの中でも、共同ロボットというセグメントがありまして、要するに共同の文字のごとくですね、人と一緒に作業ができるわけですね。ここで、実は世界ナンバー2である。ここに行ってまいりまして、接待もですね、受けましてですね、キューブという観光名所にもお連れいただきまして、夜はですね、非常にたくさんご飯が出てまいりました。本当にお腹いっぱいになると。で、千葉も一緒に行ったんですが、たらく食べて、たらくお酒を飲んで、非常に幸せそうでしたね。ということで、まあ、こんな感じで台湾であればですね、ご飯をいっぱい提供するっていうのがおもてなしの文化であるということでですね、ご飯をいっぱいいただきました。共同ロボットを業界2位につけるこのテックマンロボットの工場に行くと、このテックマンロボットはどういったメーカーか、もう少し詳しくお伝えすると、PC の受託製造、要するに EMS の中で皆さんがお使いの PC ですよね。これをですね、受託で生産してるメーカーがあって、クオンタとかですね、例えば有名なところだとフォックスコンっていうふうに言われるんですが、その PC でナンバーワンであるというクオンタからですね、社内ベンチャーとして独立したと。で、クオンタの内部にも行ってきたんですが、さすがにこれはですね、写真も撮れたんですが、外部には絶対に漏洩というかですね、SNS 等で絶対公開すんなよっていうふうに言われましたので、公開はできませんと。クオンタ PC を受託してるんですが、まあ、ヒューレットパッカードの PC であれば、おそらく皆さん、このクオンタで製造されてると。で、このクオンタでデザインもしてるというふうに言ってましたね。MacBook は Apple がデザインしてるっていうふうに言ってましたと。はい。クオンタで稼働する共同ロボットの数、どのくらいだと皆さん思いますか ?1200 台。1200台も動いてるということでございます。じゃあその共同ロボットの特性と、テックマロボットの特性に関しておさらいをしていきたいと思いますが、共同ロボットは安全策が必要ないんですね。通常産業ロボットですね、今動画流れてるようにですね、安全策を設けないといけないと。まあ、文字通り人間と一緒に動くことが可能であると。さらにそのテックマロボットの特徴ということで、ここにありますよね。ビジョンがそのテックマロボットにすでについてるんですね。通常は共同ロボット詳しくない人はビジョンついてるんじゃないのって思うかもしれませんが、ビジョンが別個なんですね。要するにこのビジョンと共同ロボットをすり合わせる必要があると。で、さらに現場をすり合わせ、現場ナイズしないといけないということです。すり合わせが多く発生するんですが、テックマロボットはビジョンのすり合わせが必要ないと。このビジョンを搭載することによって、位置補正方法が他の共同ロボットと違うわけですね。他のメーカーはですね、このロボットを起点にキャリブレーション位置補正をかけていくんですが、このテックマンロボットは TM ランドマークというものがあるんですね。この TM ランドマークを起点にですね、例えばここに置いておけば、これを起点にロボットが位置情報を構成してくれると。そういったロボットでございますと。で、何がいいかっていうと、こういった現場がありますよね。工作機械と一緒に使いたいと。でここに TM ランドマークがあれば、そのテックマンロボットを持っていけばですね、この TM ランドマークを起点に位置補正してくれる。ということで、テックマンロボットの位置が多少ずれてても全く問題がないわけですね。例えば、午後の現場ですね。違う工作機械の前で使いたいということであれば、またこのテックマンロボットを移動してあげて、その移動したところから、このテックマンロボットを中心にキャリブレーションかけていく。で、さらに夜はですね、ネジ締めの工程があるということで、違う工程に持っていく。そうするとまたテックマンランドマークがありますので、このランドマークを元に位置補正してくると。要するにですね、この他のメーカーだと、このロボットを中心に位置補正しますので、都度ですね、ロボットの位置をものすごくビターッと合わせないといけないんですが、テックマンロボットはそういった位置決めがですね、全く必要ないわけですね。なので現場ナイズ、いろんな工程で使いやすいということで、圧倒的競合優位性を保有していると。まずはビジョンロボットの構築が不要ですよと。そのすり合わせが必要ないと。さらに、ロボットの微細な位置決めが不要なわけですね。はい、もうこの TM ランドマークでいいわけですから。さらに、容易に動かすことが可能ということで、人と一緒にですね、いろんな現場で使えると、使い倒せると。つまりところ、通常の産業ロボットであれば、囲いがありますよね。囲いがあるということであればですね、その位置からずらすことができないわけですよ。で、他の共同ロボットであってもですね、ロボットを中心に構成しますので、位置をビタッと決めてあげる必要があるということで、そういった細かなですね、位置補正が必要ない。投資対効果が非常に大きくなるわけですね。いろんな現場に現場ナイズしやすいわけです。プログラミングレスということで、この共同ロボットを動かすようなティーチングも非常に容易なんですね。そのブロックをつなげてあげるみたいな、そんな簡単に、小学生、中学生がやるようなブロックのプログラムで簡単にできますよ。このテックマンロボットは超多能効果を体現した唯一無二のロボットであると。このTM ランドマークですね。皆さんが思うよりすごいと。補正とコピーが可能なんですね。なんだなんだ、この TM ランドマークで位置補正できるだけでしょって思うかもしれませんが、これがすごいわけですね。このようなジグがありますと。ね、ここに TM ランドマークありますよね。ということで、このようなジグですね。ここに TM ランドマークがあって、
このジグをこの穴に入れると。で、このクリアランスがプラスマイナス 0.1 ミリのクリアランスに刺すわけですね。で、こういう風に斜めに刺してるわけじゃないですか。ね、今動画流れてると思います。で、このジグを斜めになってますけども、この床にビタッと置くと。そうすると、通常のロボットであれば、またこれでティーチングが必要なんですね。しかしながら、この TM ランドマークがここにありますから、TM ランドマークで位置を補正してあげて、再度同じように刺すことができると。ビジョンで見て、位置補正、キャリブレーションして、ズコーン。通常であれば調整が必要になるんですが、そんなものはテックマンであれば全く必要がないと。じゃあ現場でどういう風に使うかっていうと、こんな感じですよ。これはコンチネンタルで挙動ロボットが動いているところを動画に撮ったものなんですが、コンチネンタルといえばですね、ADAS、要するに自動車の安全システムのビジョンですよね。自動車に搭載するカメラ、そのカメラによって自社の車の位置補正をする、そういったものをパッケージで販売している企業なんですね。ということで、その位置補正をするようなモジュール、要するに基板が必要でございますので、そういったものを量産して、で、その基板をですね、まあ実装の後に、こういった、まあ、箱に入れていくんですが、もう至るところに TM ランドマークがあるわけですね。じゃあ、この TM ランドマーク何がすごいかというと、例えばこの箱にワークを入れるという、その一つの動作を作り込めば、すべてコピーができると。一回一回の微調整が全く必要ない。すべてコピー可能である。各位置ごとに条件出しなど全く不要なんですね。他の共同ロボットであれば、これ一個ずつティーチングが必要になってくると。それが全く必要ないと。ライン構築の簡略化と AMR とのシナジーが出るわけですね。この AMR というものは何かっていうとですね、自動で工場内をですね、走り回る搬送設備ですね。その搬送設備の上にこのテックマンロボットを乗せてしまえば、あとは TM ランドマークの前に行けばですね、自動でロボットが位置補正してくれますので、決まった仕事をそこで再開してくれると。移動したいを叶えた。そして移動することがネガティブ要因にならない共同ロボットなんですね。つまるところ、まあ何度も言いますけど、ロボットであれば、つどつど位置補正が必要になってきますので、この位置補正にものすごく工数が必要になってくると。じゃあそれなぜ可能になったんですか？なぜかというと、ビジョンを構成して出荷するから、構築が必要なく活用も簡単なんですね。つまるところ、中小企業のような生産業者がいなくても、現場内図がものすごく簡単でございます。そういったロボット工場に行ってきました。ということで、皆さん工場へ行ってらっしゃい。ちなみにですね、一部秘密保持の観点からのナレーションになります。僕がですね、解説するとですね、お前この解説は詳しすぎるということで、その動画、レビューでですね、これは載せちゃダメっていうことになりましたので、そこは僕のナレーションになりますので、ご理解いただきたいと思います。それではロボットの組み立て工場の最初のところですね。で、最初のところ何をやってるかっていうと、こっち。ロボットのあそこの長細いモジュールですよね。あそこっていうのは1個2個ロボット共通。まずはロボットの機構部品がパレットに搭載されて搬出されます。その後チェーンコンベアでパレットを搬送し、ストッパーで位置決めをし、 TM ランドマークで位置を補正して部品を持っていきます。この部品を圧入します。圧入が終わりましたら再度戻しますと。その後3モジュールが完成された後、搬送され部品を再度圧入していきます。終わりましたね。終わりましたら再度 TM ランドマークで位置を見、補正し、ワークを取り出し、そしてベアリング内にグリースを流し込みます。はい、ベアリングも同じように圧入していきます。終わりましたら再度 TM ランドマークで位置を補正し、座標を補正して検査工程に持っていきます。検査工程では各部品が重ね合っておりますので厚みを検査します。終わりましたら同じようにパレットをつかみ、そしてパレット保管棚に収納してモジュール完成になりますと。できたモジュールに対してさらに部品をつけていかないといけないので、ネジを締めてアセンブリしていくと。こちらですね、まずは人間の手で締めていくんですけども、トルク管理は全てテックマンロボットでもできます。また同じように TM ランドマークありますね。これで位置を補正し、トルクを適正値に管理していくと。先ほど組み上がったモジュールがこちらになります。
エイジングということで2時間ずっと稼働させてテスティングを行ってますね。ずらっと並んでます。こちらは全てソフトウェアで管理されてまして、こちらですね、全て IoT でつながってトレースをして品質担保をしてると。でもう一つ向こう行きましょう。あそこだけではなくていっぱいテストしてます。台湾の工場なんですが、日本製品をここで発見しました。ハーモニックドライブシステムですね。湾曲したギアというかですね、丸く動力を伝えられるような特別なギア、それをハーモニックドライブシステムと言います。このハーモニックドライブシステム社は、そのギアが爆発的に広がったので、ギアの名前をですね、会社名にしたと。非常にここら辺品質こだわってると。テストの工程がですね、非常に壮観ということで、今から見ていきたいと思います。驚くと言われておりますので見ていきたいと。どうですか？おお、見てください。これ素晴らしいですね。ここでテストしてる。合計で72時間テストしております。ちょっと近づいてみましょう。このようにですね、4キログラムと書かれているように負荷をかけてテストしてる。そして上側を見ていただくと、どのテストの工程なのかが分かるようになっているということでございます。ここからは検査工程になります。テックマンのビジョンに AI が搭載されており、テックマンがテックマンを検査することも可能になっています。良品画像をもとにネジが3つ止まっているかですとか、例えばラベルですとか QR コードも確認が可能でございます。装置についている名板、ラベルの認識も可能で、トレースも可能です。過去検査したものはこのようにトレースすることができ、一個一個確認が可能になっております。AI に画像を食べさせることで、良品をもとに NG 品を弾き出すことが可能です。NG 品があれば、左が正しい画像、右が間違った画像で、ネジが1本欠けてますね。テックマンといえばですね、ビジョンが一緒になってるということで、ビジョンの調整をする必要がないわけですね。工場でそのビジョンのキャリブレーションを行っていると。はい、こちら見てください。このように、カリブレーションですね、はい、でこっち見てください。テックマンランドマークがいっぱいあります。キャリブレーションまでに2時間程度必要としますが、お客様の手に渡ればキャリブレーションはもう必要ないと。最後の検査工程でございますが、 IO の検査ですね。インターフェースで接続がうまくいくかというものが分かった状態で梱包して出荷されるそうです。月のキャパシティですね、600台ですね。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ロボットがですね、ロボットを検査する、もうそういう時代になってきていると。つまるところロボットで組み立ても行うし、移栽も行うし、さらに検査もできると、超多能工化をさらに極めてきてるわけですね。ということでテックマンロボットのさらなる進化を細かく見ていきましょう。 AI オプションの追加と無償開放ということで、まずね、このビジョンが工場出荷時にね、搭載されて交際されてると。なので言わすもがなですね、二次元コードを読めることはもちろんですと。さらに AI が搭載されてますので、こういった NG 判定もできると。さらに配線の異常ですよね。クォンタというものはですね、例えばラックサーバーとかですね、 PC を構築しているわけですから、その時の検査も必要になってくるわけですね。今までは人がですね、このコネクタしっかりはまってるかなみたいなことを人がやってたんですけども、ロボットがやってくれると。本数とカラーも見極めることができる。おい、まずはランドマーク、おなじみの見ちゃうぞ。そして決められたところを検査する。部品ついてるかな、このコネクタ、 QR バーコード読む、開けていく、検査の結果出る、はーい、 NG 2箇所、これが右から、あ、本当だ、対比が出るんだ、はい、これがオリジナルで、色の識別もできるし、また数の判定もできるわけですね。さらにこういった類似品ですよね、 AI が搭載されてないと、もう類似品の識別ってものすごく難しいんですよね。例えばリンゴのようなものとか、オレンジのようなものですよね。そういったものって一つ一つ微妙に違うじゃないですか。なので一括りにできないんですけど、 AI がそれを自動判別して同じようなものを認識できるようになっていると。傷がへこみということで、画像データを読み込ませて、これは傷ですよみたいなことを指示させてあげると、要するに学習で対応ができる。良品、NG 品の各画像を20枚くらいで、こういった AI 判定ができるようになると。
これ一つ一つではなくて、この AI の要素を組み合わせることで検査の領域が拡張すると。これはイメージでございますが、今までって自動車の最終組み立ての検査ですよね。こういったまあ LED のライトが当たってまして、それを検査するわけで、人がね一つ一つチェックするわけですけど、これをテックマンロボットに置き換える。こういった自動車工場で働いてる人っていうのはお賃金が高いわけですね。一人当たりまあ機関工でって流れてくるじゃないですか。500万とかなんですよ。寮費とかその健康保険料とか、まあ600万700万はかかってますと。さらに社員になると1000万以上っていうのは普通にかかってくるわけですね。つまりとこれ2直2人分4人分ですよ。年間で4000万ぐらいですよね。これが全てテックマンロボットに置き換えると。しかも AI ソリューションが無料なわけですよ。ある国ではすでに搭載されたビジョンのみで何十個もある自動車の出荷検査を代替しております。現場によってはこんなね共同ロボット1台2台あたりすぐペイするわけですよ。ここで終わらないのがテックマンロボットということで、ビジョンの能力プラスアルファがさらに拡張されることによってできることが広がったわけですね。例えばパレタイジング、デパレタイジングということで、協賛いただいてるですねレステックスさんですね、サイヤーもできるんですけども、こういった倉庫とかですね工場の出荷工程で使われるようなパレタイジングもできますと。しかもパレタイジング、デパレタイジングであればこういう風に積んでくださいねみたいなソフトウェアもすでに使えるということで、パレタイジング、デパレタイジングがより容易になったと。積み方の模擬を行い実装が可能でございますと。テックマンロボットっていうのは移動できるわけですから、常にここで段ボールがあるわっていう状況は少ないと思うんですね。なのでこういったフォークリフトで移動させて、テックマンロボット、じゃあ次午前中はここの現場です、午後はこの現場ですっていう活用ができるわけですよね。共同ロボットで柵作るとめんどくさいと思うわけじゃないですか。もうテックマンがいきますと。さらにさらに CI ロボティクスですよね。ここはですね AMR と組み合わせてソリューションを提供していると。これ面白いのが半導体ですよね。こういったウェハーケースって、要するにウェハーというものはですね、セミ規格で決まってるわけですよね。300ミリ、200ミリって決まってる。つまるところ、ウェハーケースの大きさも大概同じなんですね。なので、日本の半導体製造工場でも使えると。これ、皆さんですね、レガシーの半導体工場に行くとみんな手で運んでるわけですね。それを AMR、共同ロボットでやれば、24時間動かせれますよと。実は、TM ロボットはクリーンルームにも対応しておりますね。ここも安心材料である。幅80センチあれば AMR で代替が可能だそうです。手で運ぶのやめませんかと。しかもこの CI ロボティクスさんはですね AMR も自作してると、社内で、はい、信頼できますよねと。 AI 以外もパワーアップしてると。さらに日本でのサービス領域が拡大しておりまして、このテックマンロボットを扱う代理店さんのコンセプトが素晴らしくて、もうユーザーを儲けさせないと結局意味がないよね、次の案件取れないよねっていうのがコンセプトになってると。例えばセレンディップさんであればロボットの導入のサポートから、じゃあ導入して費用対効果出るの、前そして後ろの工程から検討ができますよと。中小企業であればどういうふうに共同ロボットを現場内図すればいいので、多くの中小企業が陥るのが、共同ロボット買いましたと。しかし、うまく運用できずに、埃が被ってるわけですね。ロボット初心者を導入後までサポートしますと。そして、高島ロボットマーケティング会社であれば、このロボットですね、テックマンロボットとその他周辺設備をですね、最短1日でレンタルが可能になってると。さらに、クレジット払いが可能ということで、いきなり、例えばテックマンロボット数百万払うのってきついじゃないですか。それを72分割できるそうなんですね。もちろんロボット本体もできるし、グリッパーや吸着ハンド、そしてロボットの課題ですよね、等のレンタルが可能でございますと。レンタルの場合は原価償却が必要なく、例えば大企業行けばですね20万以上になると上長に申請が必要になります。それもテックマンロボットであれば必要ありませんと。導入と活用までの敷居を下げてきたわけですね。去年 PR させていただきましたが、この共同ロボットはさらにバージョンアップしてきました。活用してこそ意味があると。バリューチェーン全体をサポート、まずは検討段階であれば、このね去年もスポンサードいただいたプレミアエンジニアリングさんですね、自立までのノウハウを共有し1年間電話サポートもしてくれると。本当に初心者から使い倒すまで AI みたいなものも一緒にサポートしますよ。試すっていうことであれば、高島ロボットマーケティング株式会社、最短1日でロボットとハンド等をレンタル可能ですよと。さらに新品を購入の場合、最大72回の分割払いもできますよ。導入運用であれば、はい、導入して効果があるか算定も行い、利益まで刈り取り、そこを支援してくれると。レステックスさんであれば SIR としてテックマンロボットの周辺構築、そしてパレタイジングのパッケージも提供しますと。
最後が CI ロボティクスさんですね。 AMR も自作してるし、それを組み合わせて半導体工場ですよね。それをセットでもう売れますよと、ラインビルドも一緒にしますよと、ということで、昨年のね PR をきっかけにプレミアエンジニアリングさんがですね、ここまで仲間を増やしてですね、一緒にやるよと、皆さん動画を見ていいなって思った人たちが集結しているということで、まあ、ある意味ロボットの実力の表れだと思いますよね。つまりこういった SIR のプロが見てもいいロボットということの証左だと思いますと。日本はですね、働き手の減少が2025年から本格的に襲ってくるし、厚生労働省さんからの資料でございますが、労働時間の減少も襲ってくると。要するに働き方改革がメガトレンドとして日本に襲いかかってきてるわけですよね。日本が直面する運命と言っていいと思いますと。今のうちに共同ロボット現場で使い倒さないとまずくないですかと。課題を持った日本の市場にもマッチすると思います。というかまあね、ティア1のコンチネンタルはあそこまで使い倒してるわけだし、電子電気の長であるクォンタももう1200台も導入してるわけですよね。今のうちに準備しないとまずくないですかと。前回ね、引き合いめちゃめちゃあったそうです。で、その時ですね、引き合いがあったお客様っていうのは、基本的にもう今後日本っていうのは、労働人口が少なくなると。今から準備しないとまずいよね。そういった問題意識を持った人ばっかりだったそうですね。なので、そういった問題意識を持たれてる方は、逆にこれチャンスだと思います。ということで、いかがでしょうか。ということで、ロボット工場潜入ですね。以上でございます。お疲れ様でございました。まだまだ共同ロボット市場は日本に膨大に潜んでいます。そう思います。概要欄から確認をお願いいただきたいと思いますと。ということで、今回はロボット工場潜入でございました。いかがでしたでしょうか。このようにですね、ロボットだけではなくて、例えば工作機械ですよね。そして半導体、自動車のこと等々、ものづくりに関連するトピックをいつも発信しております。ものづくり関連にお勤めの方ですね。そしてものづくりが好きな方、ものづくり太郎に興味を持たれた方は、ぜひチャンネル登録いただいて、応援をしてあげてください。そして一つでも刺激になった方はいいね。最後になりますが、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。どうも、ドイツのハノーファーからお送りしておりますが、パナソニックエナジーさんからですね、スポンサードをいただいておりまして、パナソニックエナジーといえば電池作ってる。で、今はですね、激動のグリーンのトレンドですとか EV のトレンドが襲ってきておりまして、エンジニアがですね、足らんと。電池作っても作っても足らない。製造系のエンジニアですね。そういった方を非常に多く募集していると。興味があればですね、まあ僕もパナソニックにおりまして、非常に働き方としてはホワイトですし、激闘の時代でストレッチできる、そういった環境が余ってるんですね。概要欄をチェックいただいて、興味ある方はですね、ぜひ覗いていただきたいと思います。ということで、次回は未定になっております。おそらくこの動画が出てるということであれば、僕らはですね、ハノーハというですね、ドイツの一大展示会におりますと。そのフィードバック会になるかもしれませんし、まあ、実際ですね、その EV のトレンド日本にも来てますが、その欧州でどういう風に取られてるかって、新聞等が発信しない情報をパッケージにしてですね、わかりやすくお届けしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。ということで、以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。吉川ちゃんの一言。4月から入社しました吉川です。最後までご覧いただきありがとうございます。ヘックマンロボットは 3D ビジョンのすり合わせも不要ですので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。